先週土曜日に行われた高校の新人陸上競技大会。競技前の午前8時過ぎ、大会運営委員が観客席となるスタンドに向かいます。そこで次々と貼り出したのは撮影禁止と書かれた紙。目につく場所に数多く貼る背景には、今年5月に高校生の女子選手3人の下半身を拡大して撮影した罪で、鹿児島市の男性会社員に罰金30万円の略式命令が出されたアスリート盗撮事件。警察が押収したハードディスクには3000本以上の動画が残され、男性は服の上からは盗撮にならないと自分に言い聞かせていたと供述していました。リラックスリラックス。今回の件について広島陸上競技協会の競技運営委員長を務める新宅さんは、そこまで驚かなかったっていうか、まあここやっぱりその10年ぐらいで、まあ増えてきているなっていう感じはしてます。で、まあコロナ禍が明けて、まあ有観客になって、まあ、特にですね、また増えてきてるんじゃないかなと思ってます。特定の種目や選手だけを追ったり、足の間にカメラを置きタオルを乗せて撮る事例など、大会のたびに盗撮を疑われる不審者が1人から2人は現れるという現状。そこで先週土曜日の大会から初めて導入したのが不審者情報を通報するシステム。保護者などの観客が盗撮など不審な行動を見かけた際に、スマホで QR コードを読み取って不審者がいる場所や服装、特徴などを記入し、その通報を受けた大会本部の担当者が該当者に声掛けし、行動が確認された場合は警察とも連携するものです。あんまりやりたくないです。例えばガードマンを雇ってずっと見回りをしてもらうとかですね、そういったこともしていかなきゃいけないかもしれないです。我々の使命っていうのは、やっぱりいかに選手がベストパフォーマンスを出せる環境を作るかっていうのが一番なので、まあ、そこを阻害されてるっていうのは非常に憤りを感じている。はい、広島の陸上界で木村さんも活躍されて、また世界でも活躍してこられましたけれど、このアスリート盗撮なかなか、ね、増えていたり、また減らない現状というのをどう見てらっしゃいますか。いや、もうこの行為については本当とても残念に思いますし、ただこの10年間において、あの学生たちもトップアスリートに近いユニフォームに変わってきたという現状はあるんですけれども、はい、その現状があってもこういった行為はやっぱり許されない行為かなというふうに感じます。ユニフォームの問題、まあ、肌の露出の部分も含めてということになろうかと思いますが、まあ、競技のためのものですからね、当然そこはこの盗撮は考慮すべき問題ではないかなというふうに思うわけなんですが、まあ、この陸上競技において木村さん、改めてこのユニフォームって当然理にかなったものっていうことですよね。そうなんですよね。記録であったり順位であったりっていうところ、パフォーマンスを向上していくためのユニフォームなので、そこを変えるっていうところをより向上して改良していくっていうところは取り組むと思うんですけれど、こういった問題があるから変えるというのはちょっと違うかなというふうに感じます。そしてこちら、インタビューにも答えていただきました新宅さんなんですけれども、コロナ禍が明けて対応が増えているということなんです。県外から来た不審者への声掛けというのは本当にここ最近のことだということで、なんでだろうっていうと考えてみると、まあ、陸上の普及発展のために大会日程をホームページで情報発信していることも一つの要因なのかなというふうに考えているということなんですが、そうなってくると他県との情報の交換もこれ重要になってくるのではないかということでした。ただ木村さん、まあ、陸上競技を一生懸命挑戦をしている、まあ、子どもたち、学生の皆さんに対してここまでやらなきゃいけないのというのはうんざりするところではありますが、はい、感じるところはいかがでしょうか。そうですね、本当に今日本の陸上界も本当に世界で活躍できるような選手が増えてきて、それに憧れて陸上をやりたいと、チャレンジしてみたい、大会に出てみたいという思いを持って学生たちが頑張っているので、そういったパフォーマンスにこう集中できる環境を作ってあげたいというのが一番だと思いますので、まあ、こういった声を本当に減らしていってほしいですし、ぜひ観客に、はい、保護者の皆さんだけではなくって、こう見に来られた方が参加して、こういった方を見つけたらですね、ぜひ声をかけてほしいなというふうに思います。そうですね、そういうところもまた大会の規模によってこの見ている人の数というのもね、違うところはあると思うんですけれども、この盗撮を許さないという、はい、その空気作りですよね、はい、大会に来ている皆さんも一緒に協力して、ね、やっていきたいところではありますね、はい。